つみだかは特にこだわりました。つみだかでまず自分にとって大事なポイントは、とにかく変化が出ること。使いにくい技術がないんですね。このラバーのいいところ、あらゆる技術、例えば攻撃、プッシュ、ブロック、カット、後ろに下がった時のカット、すべてにおいてこの高い水準で欲求を満たしてくれるラバーだと思ってます。で、食い込みすぎると相手の回転に影響されやすいんですね。でもそれがあんまり影響されにくい仕様になっているので、要はロスがないんですよ。イリウス S は全体的にソフト、まろやかな感じですよ、ね、性能が。あらゆる技術で、その自分が持っている技術を出してくれる。弾道が、カットの弾道がいいっすね。イリウスの場合は、カットして、まあ、ネット付近でのこの弾道のボールの伸び、血を這うカットっていうのはできます。とにかく弾道が低くて伸びるか。で、バウンドも低くなります。それが一番気に入ってます。で、イリウス B は S よりスポンジ硬いので、相手の回転に対して、とにかく変化をつけやすい。で、揺れるボールも出しやすい。前陣のカットブロックがすごいしやすいラバーだと思ってます。イリウス B は OX スポンジ入ってない粒高に近い性能はあります。特にブロックするとき、下回転ボールに対してプッシュするときは OX に近い性能があります。ただスポンジが入ってますので OX にはなかなか難しい攻撃技術、アタックですね、これも可能としてます。 OX だったらなかなか全身回転のボールは打てないんですけど、イリウス B は全身回転にしてボールを打つことができます。前陣攻撃型、ブロック型だけじゃなくて、とにかく嫌なボールで攻撃したいっていうタイプにも向いていると思いますね。もともとバタフライはテナジーで採用しているようなスプリングスポンジですとか、ディグニクスで使っているスプリングスポンジ X といった攻撃向けのラバーに使うようなスポンジを多く開発してきました。で、その中で釣り用のスポンジに向けた知見もどんどん積み重なっていきまして、その知見を応用して今回新しいこちらのアブソーバースポンジというスポンジを開発することができました。アブソーバースポンジの特徴は、相手のボールの威力を吸収して効果的なボールリリースができるというところにあります。で、例えば車のダンパーというものがあるんですけれども、車のダンパーは路面のデコボコとかを吸収して、で、路面にぴったり張り付いていくような、そういったもののために使うんですけれども、そういったダンパーがこのスポンジの中に入っているというような、そういったイメージで相手のボールの威力を吸収することができます。今回変化の出やすさというものを今回定義いたしまして、イリウスではその変化の出やすさというものがかなりフェイントシリーズよりも高くなっているというような特徴があります。で、安定性についても本当は硬いスポンジだとかなり安定性出すの難しいんですけれども、イリウスだとかなり安定性も高いラバーということになっています。で、アブソバスポンジの特徴として相手の威力をちゃんと吸収できるということもありますので、硬いスポンジでちゃんと変化が出つつも変化幅の大きいようなちゃんと切れたボールであったり、そういったボールも出しやすいスポンジ、変化幅が大きいスポンジとなっています。アブソーバースポンジヘビーですけれども、こちらのイリウス S に使用しているスポンジです。
でこちらのスポンジ、硬いスポンジではあるんですけれども、それでも相手の、打球も抑えやすいといった特徴も併せ持っています。その特徴のおかげで、相手の強い打球も、抑えやすいというところで、カット視線型の選手におすすめです。自分からスイングしても台に収まってくれるような適度な、弾みとなっていますので、しっかりと切ったカットも、やりやすい、そういったラバーにできるスポンジがこちらのアブソーバースポンジヘビーとなっています。次にアブソーバースポンジ、ドロップですけれども、こちらイリュース B に使用しているスポンジです。こちらのアブソーバースポンジドロップなんですけれども、アブソーバースポンジヘビーよりもさらに硬いスポンジを使用しています。スポンジが硬いので、より粒が変形しやすくて、より変化が出るというような特徴があります。変化が出るということは、前陣での変化を、主戦に戦う、例えばペンで、粒高でブロックを主戦にする選手ですとか、シェイクのバックで粒高を使う選手に、大変おすすめのラバーとなっています。でブロックした時に、ナチュラルに変化が出るのはもちろんなんですけれども、こちらのスポンジ、反発もアブソーバースポンジ、ヘビーよりも、高いというところで、攻撃した時に、より威力が出せるという特徴もありますので、そういった意味でも、前陣でプレーする選手にはおすすめのラバーとなっております。